コンツワースタエタソです。はい、本日もやってまいりましたタエタソ先生シリーズ。私はですね、実はミヤマクワガタを産卵させるプロなんでございます。はい、ということで、まあ、あのですね、タエタソ先生シリーズ、おなじみのですね、カブトムシとかね、過去リンク貼っておくんですけれども、そしてオオクワガタのサンラセット、いろいろありましたが、今回ですね、ミヤマクワガタの産卵セットの作り方講座ということで、誰でもコツをつかめば産ませることができると思うということで、タエタソ先生流のやり方を皆さんに伝授していきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみよう。はい、ということで用意するものなんですけれども、加水、マットとかの加水をするためのじょうろ、そして昆虫飼育ケース、そして、マット、クワガタ用のマットです。そしてですね、マットを加水したりとかするときに使うこのバット、そしてこれはですね、ちょっと水苔を今回は使いたいと思います。水苔、はい、で、ここの中にミヤマクワガタ入ってます。オスメスね、ちょっと同居させておりまして、はい、これは私がですね、これ採集してきたのではなく2年かけて、ブリードしてきた子です。やっとね、羽化してね、休眠から開けました。じゃーん、ちょ、サイズは小ぶりなんですが、ミヤマクワガタですね。はい、見えますでしょうか。ピントが合ってんのかしら、どうなのかしら。はい、かっこいいでございますね。これは私がブリードした個体でございます。はい、2年かかるんですね、ミヤマクワガタは。で、休眠がすごく長いので、まあ、半年以上とか全然休眠してるので、起きてきた瞬間見逃してしまうと、そのままぽっくりこういうケースの中とかね、でね、お亡くなりになってることが多々あります。はい、で、メスですね。はい、メスになります。ミヤマクワガタのメスです。こんな形ですね。皆さん、これからの季節ミヤマクワガタを昆虫採集などで取られる方もいると思いますので、ぜひね、そこから産ませてみたいという方のためにじゃないですけれども、私ちょっとポイントを押さえつつお伝えしたいと思います。それではまずはですね、マットをですね、作っていきます。こちらはですね、ミヤマクワガタは発酵が進んだマットに産卵する場合が多いと思っていまして、結構発酵が進んだクワガタ用のマットを使った方がいいと思います。はい、ちょっと結構出しすぎてしまったかな、どうだろう。まあ、ちょっとですね、ここに出していきます。最初袋に入ってるマットはあんまり水分が含まれてないので、これではサラサラすぎるので、加水をします。今回の登場、じゃーん、ボロボロのじょうろ。はい、じょうろじゃなくてもいいんですけども、タイトスはこういう風に加水しております。ミヤマクワガタのポイントなんですが、そこそこ水分量が多い方がいいです。普通のカブトムシとかの産卵セットの組み方と違って、水分は多めの方がいいです。これだとまだ足りないですね。そしてマットは粒子が細かい方がよく産んでくれるような気がします。ホームセンターとかでも今時期クワガタ用のマットなんかも売ってたりすると思うんですけど、まあそれでもいいですし、ネット通販とかでもね、買えますから。ただやっぱりもう水がね、こうギュッと握った時に滴るぐらいの加水量だとちょっと多すぎるので、そこはみんな自分の手を信じてください。ただやっぱ水分量が多すぎてしまうと、マットの劣化、このね、劣化も早まってしまうので、そこは結構見極め大切なんですけど、
ちょっと加水しすぎたかもしれませんね。ちょっと垂れたそう。ちょっと加水をしすぎたなという場合は、納豆を足すと中和されますので。こんなもんですかね。はい、ちょっと握って少ししっとりとまとまるぐらいかと思います。それではこちらのケースに組んでいきましょう。材は入れずにケースの底固めに詰めます。ケース壊さない程度にギュッギュッと詰めてみてください。基本的にミヤマクワガタマット海です。このように拳でギュッギュッとケースの四隅もきちんとこう押してください。何回かに分けて詰めると固く詰まります。で、上の方はそんなにギュッギュッとしなくていいです。下の方に多分産むと思うので、はい、こんな感じですね。ケースの8分目ぐらい詰めていきました。そしたら耐えたそここで、上に水苔を敷き詰めます。はい、水苔なんですけど、転倒防止と乾燥防止っていう意味も含めてなんですが、これは別に水苔を必ず入れればいいっていうわけではないんですけど、上に敷いていきます。そしてちょっと水苔を加水しますね。で、水苔を絞って、ちょっとタイタスは水分量多めにマットしちゃったので、上の水苔はきちっとちょっと絞ります。幼虫が出た場合はこの水苔は食べないので大丈夫です。外国産のミヤマクワガタもそうなんですが、この水苔入れる方がなんかいい気がしてます。はい、これでね、もう完成です。早いですね。はい、こちらにですね、ゼリーを入れて、そして、メスを入れて完成という形になります。で、結構そのタータスは普通に、これはアイリスオーヤマさんの、飼育ケースを使ってるんですけど、コバエとかが出る場合もあるので、こちらですね、不織布を挟んだりとかしてます。はい、あとでね、メスが上に上がるときにかじってボロボロになるんですけど、まあこんな感じでセットしていきます。はい、ゼリーは後から入れるんですけど、これで完成です。ポイントはマットをしっかり加水すること、普通のクワガタやカブトムシの産卵セットよりかは少し若干水分量が多めなイメージがいいと思います。べしょべしょすぎるのはダメです。固く何層にも分けて、ちょっとずつ型詰めしていきます。あと上に水苔を入れるのが私流です。入れなくても大丈夫です。はい、温度帯なのですが、ミヤマクワガタは高温多湿な場所だと産まないので、ご自宅で産ませるってなると結構涼しい場所がいいです。私は家の地下室があって、そこは夏場でも、19度とか、まあ低い温度20度ぐらいって言えばいいんですかね、まあ、そこら辺の温度帯で産むと思います。はい、なるべく涼しい場所に置いとくのがポイントなので、おそらくね、ほぼほぼ温度帯が重要になってくると思うんですが、そういう場所がある方はぜひそこで、はい、ワインセラーとかがある方はね、その中に20度ぐらいに設定して入れとくと産むんじゃないかなと思います。はい、ワインセラーがね、ある家はないかもしれないんですけど、とりあえずですね、こういう風になるべく涼しい場所に置くっていうことがポイントなので、皆様ぜひ挑戦してみてください。はい、ということで、本日はミヤマクワガタのサンラセットを組んでいきました。参考になると嬉しいんですが、やはりですね、涼しい場所を好むミヤマクワガタは、産卵を人工的にさせるっていうのは少しコツがいるかと思います。涼しい場所、なるべく風通しが良くて涼しい場所に置いとく。直射日光はもちろんダメなんですけれども、そういう場所を探して、ぜひ組んでみて、そっとしておいてみてください。割り出す時期は組んでから2ヶ月から3ヶ月後で私はいいかなと思うんですけれども、ぜひぜひ夏の最終でミヤマクワガタのメスをゲットして産卵セット組んで産ませてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイちゃん、ありがとう。この